4日目かな、スタートしたいと思います。これ出口どこだ。止まったのはね、国民宿舎通潤山荘ですね。すごくいいお宿でした。今日はね、4月18日の木曜日、天気はね、ご覧のように快晴ですね。今日回るのはね、阿蘇山周辺になるのかな。今日ご一緒いただくのはね、大分なのかな、元ブロガーのね、ブランドンクーさん、よろしくお願いします。集合場所までね、行ってみたいと思います。まあそこまでもね、結構あるんですけども、最初ね、シャトルループだっけか、なんかロープウェイのね、乗り場、そこで待ち合わせでしたけども、噴火した関係で多分そこがね、立ち入り禁止になってると思うんで、草千里乗馬クラブって言ったかな、そのあたりでね、待ち合わせをしております。そこに行くまでに自分はね、かの有名らしいケニーロードっていうと道をね、走って行きたいと思います。ケニーロードまでね、迷わずにまずはね、行けるかどうかですね。3日間暑い思いして結構汗かいたんで、今日に限って薄着したんだけど、阿蘇山寒いかな、途中で羽織るか。泊まってる分には快適ですけど、走るとね、肌寒いな。先ほどね、チェックアウトした昨日の宿のお話ですけど、今回ね、泊まった中では一番良かったですね。今回っていうか、今までね、ツーリングで泊まった中では一番良かったね。そういう国民宿舎だからなのかどうか知らないですけどね、まあ、建物自体はあれ古いんだと思うんですけど、中はね、完全にリフォームされてて綺麗でしたね。部屋もね、やたら広いしね和室に1人で、座椅子とかも4つぐらいあったりね。それでね、やっぱりバイクってね、屋根のね、下とかに置きたいじゃないですか。ルートインとかでね、フロントの前のね、屋根の下とかね、置かせてくださいって言うとね、あんまりいい顔されないですよまあいいってところもあるんですけどね。昨日のね、通潤山荘はね、フロントの方がとてもいい方で、どうぞどうぞっつってね、止めさせてくれたんですけど、まあ朝食のみなんですけど、6500円だもんね。まあ部屋にね、お風呂はないんですけどね、大浴場にね、入りに行きましたけど、ホテルの方もね、ものすごく親切でね、すごく良かったな。毎回ああいうところに泊まりたいですね。まあそういうところに泊まったことなかったんで、不安でね、通潤山荘、山荘なのかとかね、それに安かったんで、薄暗くてなんか不気味な感じがしてたんだけど、いざ行ってみると全然違ったと。あ、それで和室なんでね、布団だし、すごく寝れましたまあ疲れてるってのもあるんだと思うんですけどね、今日もね、多分疲れるんでしょうね。まあこれだけね、天気がいいんで、阿蘇がね、ものすごく楽しみなんですけども、あんまり景色とかにね、感動する方じゃないんですけどもね、感動できるといいな。だいたいどこ行ってもふーんって感じなんですけどねあとそのケニーロード、ケニーロードは通称なのかな、正式はグリーンロードっていうのかな。そこまで、そのね、入り口まで12キロ15分、それまで何これ、ワインディングみたいな感じ。今日はね、阿蘇を回りまして、今日は最終的に何県か分かんないんだけど、大川市っていうところにあるね、ビジネスホテルに行くんですよね。だから合計400キロぐらいの予定なんですよね。結構走るよね。まだ阿蘇山見てないよね俺。昨日もあれが阿蘇か、あれが阿蘇かって言ってたけど、全部普通の山だったみたいですよね。吉牟田高原、あーすげえワインディングだなこれ、朝一番から。お、ナビにグリーンロード出てまいりました。阿蘇山いつ見えるんだろう。もう向かってるよね、だいぶ近いよね。よし、ケニーロード走ります。
でもすでにいい道じゃないですか。結構ね、あの人によってはね、景色はあんまり面白くないとか言ってたんだけど、いいじゃないですか。すごい眺めがいい。未だに阿蘇がわからん。まだ見えないんだと思うんだが広いな。これはガチ勢が喜びそうな道。この辺はね、周りがもう木で覆われてるんで、水塚っぽいというかね、うちの方のね道っぽいけど、南阿蘇村入りました。あれが阿蘇か、なんか煙が吐いてる、あれか、 あれでしょう、阿蘇あれでしょう、間違いなく。うんうん、 OKOK。よくこっち来た人の写真にあるケニーロードっていう看板の写真をね見たことあるんですけど、どこでしょう。うん、やっぱりねこの辺が全部ね緑だったら綺麗だろうな。うん、やっぱり夏場だろうな。噴煙が出ております。昨日のね、その泊まったね宿のフロントの方も言ってましたけど、こんなのでね騒いでたら鹿児島の人に笑われるとかね言ってましたね。鹿児島半端ないらしいですもんね。まあまだまだね近く行くと思うんですけど、遠目からでもね撮れるところで写真をね撮っております。あれ阿蘇だよね。もっともっとね近づくわけですよね。あ、あそこか、あそこか。あーすごい、あのなんつうかな、うん、朝の光だから余計山が立体的に見える。そこやな、ここだろ、ここ。よっしゃー、イエイ、ここここ来たかったの。まあこの定番スポットですよね、この看板、これを探していました。いや満足したよし、ケニーロード満足した次これ本当？本当これ？グーグル先生、待ってるようだな。なんでわざわざ？もう殺そうとしてんのが。ちょびっとショートカットしたのか。ああいうショートカットはいらないんだけどな。もうかなりね朝一番からくねくねをもういいですってぐらい堪能しているんだが、小腹も空いてきたんですけど、それで今回ね初日からずっとパンツね、パンツ、下着のパンツ、それをね自転車乗りの方とかが履くやつかな、ジェルパッドのついたねパンツを履いております。まあ通常ね長く座ってて痛くなるお尻と
うん、自分の場合はあの持病の方のお尻があるんで最近履いてなかったんだけど昔買ったのがね 2,3 枚あったんでそれをね持ってきて履いております。やっぱそれの効果も高いのかもしれないですけど今回ねあんまりお尻が痛いってねなることは今んとこないですね。別の方のね持病の方のお尻はね痛みはだいぶ収まってきて腫れもねうんだいぶ引いてきたと思います。すげえ汚い話をしておりますがこちらの噴火も心配なんですけどもうんちゃんとボラギノールをね塗っております。おーすごいこれだけでも十分ですよね。阿蘇山なくともすごい。ちょうどビーナスラインみたいな感じこれ。それで目の前には阿蘇山だもんね。これはすごいわ。すげえなここ。この景色も。すごい。その正面のがあれなんでしょうね。噴煙というか水蒸気というかね、雲じゃないよね。すごいなこの山。すごい。これみんなね、緑になったら綺麗でしょうね。まあこういう茶色もね悪くはない。いやー近い。